シマノ600、1980シマノのニュートラルカー株式会社シマノは、大阪府堺市堺区に本社を置く、自転車部品と釣り具の製造を主要な事業とするアウトドアスポーツメーカーである。スポーツ自転車部品の世界最大手企業である。堺の鉄工所職人だった創業者、島野正三郎が28歳で創業。鍛冶屋の伝統を持ち、16世紀以来包丁と鉄砲の町として知られてきた堺は明治に入ってから、自転車の部品や完成品の生産に業種転換し、日本の自転車産業の中心地となっていた。1921年にフリーホイールの生産に取り掛かった島野正三郎は、1939年には工作機械200台、雇用人員200名を数える日本最大のフリーホイールメーカーとなった。その後、1960年代後半に、米国や欧州で起こった巨大スポーツサイクルブームが追い風となり会社は成長。自転車部品と釣り具の製造をその主要な事業とし、ロードバイク、マウンテンバイク、レース用自転車の機構部品としては世界最大である。かつてはゴルフ用品やスノーボードのビンディングブーツも製造販売していたが、ゴルフは2005年、スノーボードも2009年3月31日をもって終了した。取扱品目の性格上、従業員の自転車通勤も積極的に奨励している。緑会の会員企業であり、三和グループに属していると同時に、大林会の会員企業である。本社向上し会社、関連会社直営北海道営業所は現在はありません。子会社、関連会社かつて存在していた事業所、子会社、関連会社1921年、わずか1台の工作機械で、後輪用1枚ギアの製造からスタートした。実用車からスポーツサイクルまでの主要な構成部品を数多く生産し、世界最大の自転車パーツメーカーであり、日本国内においても2013年現在は、自転車業界唯一の東証一部上場企業である。1973年にリリースしたデューラ。ACE は変速機やブレーキ、ハブ、チェーンホイール等をセットにして販売し、コンポーネントという概念を作り上げた。パーツをコンポーネントで統一すれば、互換性の点で悩むこともなく、デザイン的にもスッキリするのですんなり受け入れられ、他社も追従することとなった。ただ、変速機やブレーキ等の専業メーカーはシマノに市場を奪われ、ライバル関係にあったサンツアー、次のテクノなどは次第に苦戦することになる。ちなみに変速機のメーカーだった前田工業はチェーンホイールを杉のテクノ、ブレーキを吉海機械金属、ハブを三信技研に作らせ、サンツアーブランドでコンポーネントを展開させ、シマノに対抗する。1973年に外装変速機の位置決め機構、ポジトロンシステムを実用化、さらに自転車が停止した状態で、あらかじめレバーを選択したいギアのところに入れておけば、発進時の踏み出しの際に、自動的にギアが変速するという、ポジティブプリセレクトシステムの実用化にも成功、少年用スポーツサイクル用の変速機として人気を博した。今でこそ世界最大の自転車パーツメーカーではあるが、1981年に投入したアックスシリーズは、シマノの屋台骨を揺るがす事態を引き起こした。アックスシリーズはエアロダイナミクスを大胆に取り入れ、世界にセンセーションを巻き起こしたのだが、強度不足による破損、整備性や互換性の問題、実感できないエアロ効果等、完成度の低さから失敗作とのらく印を押された。しかし、この手痛い失敗を教訓とし、シマノは製品化前にプロによる実践テストを念入りに行うようになり、高い信頼性を誇る製品を生み出す体質へと変貌させた。1984年にはポジトロンシステムの技術を応用し、変速レバーにラチェットを設けることで変速を容易かつ正確にしたシマノインデックスシステムが大ヒット。また、チェーンホイールやスプロケットに加工を施し変速を迅速にするハイパーグライドシステムを開発、さらに変速レバーとブレーキレバーを一体化したデュアルコントロールレバーでハンドルから手を離さずに変速できるシマノトータルインテグレーションを登場させ他社に決定的な差をつけた。サンツアーはブレーキレバー付近に取り付ける手元シフトレバー、コマンドシフターをシマノに先駆けリリースしていたが操作性で STI に劣っており、エルゴパワーで追従したい。カンパニョーロ以外のライバルは事実上消滅。その後2000年代に入り SRAM の参入はあったものの、かつてに比べライバルの数は大きく減少している。初期のマウンテンバイク市場にも積極的に商品を投入し、最上位グレード XTR を筆頭に市場をほぼ独占した時期もあった。ロード用で培った技術を MTB にも応用し、高い人気を誇っている。近年、MTB 向けにもロードバイクの STI を模して、ブレーキレバー自体を操作することで変速できるタイプのデュアルコントロールレバーを投入したが、ロード用ほどには普及していない。他にも強力な制動力を持つ V ブレーキをはじめ、独自の機構、規格の部品を多数開発している。また2009年モデルから、ロードバイク用の電動コンポーネントを発売することを発表した。他にも、ホイールや競輪などのトラック競技者用のパーツ、ビンディングシューズやボトルなどの関連用品も販売しているが、フレームは製造していない。2020年には、ペダリングモニターやサイクルコンピューターを製造していたパイオニアから、サイクル事業を譲渡された。2021年現在ロードレーサー用は11速使用、10速使用、9速使用、8速使用、7速仕様があり、マウンテンバイク用は加えて、新規マイクロスプラインの12速仕様がある。変速段数が異なる製品間、ロードレーサー用とマウンテンバイク用間の公式な互換性は一部を除きほぼ存在しない。社外品として、SRAM のチェーン及びカセットスプロケットは互換性がある。チェーンリングについては、FSA や杉野テクノが互換品を販売している。シマノのチェーンには、後ろギアの変速数や規格に応じた様々な種類が存在する。マウンテンバイク用の7速、8速は IG、UG、HG チェーン、ロードレーサー用の8速は HG チェーンである。9速用のチェーンはスーパーナロー HG。10速用のチェーンはロードレーサー用がスーパーナロー10速用、HG、マウンテンバイク用は、HG、X チェーンとまた異なっている。コネクトピンは異なるものがあるので注意が必要である。シマノが販売している制動装置のうち、スポーツ自転車に用いられるのは、キャリパーブレーキ、V ブレーキ、カンチレバーブレーキ、ディスクブレーキの4種類である。ロードレーサーには、キャリパーブレーキがツーリング車や、シクロクロス車、古いマウンテンバイクには、カンチレバーブレーキが、近年のマウンテンバイクや、クロスバイクには、V ブレーキもしくはディスクブレーキが主に用いられる。注意しなければならないのは、ブレーキとブレーキレバーには推奨される組み合わせと、推奨外の組み合わせが存在するという点である。具体的に言うと、ロードレーサー用のブレーキレバーでは、キャリパーブレーキとカンチレバーブレーキ、以外は推奨されていない。また V ブレーキには V ブレーキ専用あるいは V ブレーキとカンチブレーキの切り替えが可能なマウンテンバイク用ブレーキレバーがある。これは相互のブレーキのロープ引き量の違いがあるためである。ただしマウンテンバイク用のディスクブレーキをロードバイクのデュアルコントロールレバーで引くセッティングの例もある。ディスクブレーキにはワイヤー式と油圧式があり、これらの間に互換性はない。ワイヤー類にはシフトケーブルとブレーキケーブルが存在する。これらのケーブルはさらにインナーケーブルとアウターケーブルに分けられる。シフトケーブルはロードレーサー用とマウンテンバイク用でインナー、アウターとも共通である。ブレーキケーブルはアウターケーブルについてはロードレーサー用とマウンテンバイク用は共通であるが、インナーケーブルはロードレーサー用とマウンテンバイク用で異なっており、互換性はない。グレードによって、鉄製、ステンレス製かつコーティングが施されたものがある。1970年2月釣り具業界に参入し、主にスピニングリールの製造を開始した。1971年1月に東作釣り具株式会社を買収し、ガラス繊維製釣り竿とクーラーボックスの製造ノウハウを得る。同月、釣り竿製造子会社である島野足立株式会社を設立する。1973年にはアメリカ合衆国アラバマ州に本拠地を置くルーエスと共同開発した世界初の非円形ベイトキャスティングリールスピードスプール BB-1 を発売。日本国内では1977年に BM-1 として発売。また、1974年11月に日本フィッシングタックル株式会社を関連会社化し、1995年に本社に吸収合併、2000年まで NFT ブランドの製品の販売を継続。1997年には米ジールーミスを買収、2007年にはフィンランドのラパラ VMC と共同出資でラパラ島のイーストヨーロッパイを設立。2009年に米イノベーティブテキスタイルの買収。2010年にジャッカルと提携を行うなど、現在では総合釣り具メーカーとして世界的に展開している。特徴として耐久性が高いことが挙げられる。他社に比べ強度基準が非常に高い中で製造されており、リールやロッドの軽量化が進む中、耐久性ありきの軽量化がモットーであり、たとえ 5g 軽くできても著しく耐久性が落ちてしまうなら軽量化しないというのがシマノの方針であった。この耐久性の高さが長期使用においてもユーザーの満足感を生み、北米やオーストラリアでは高く評価され高いシェアを獲得している。耐久性重視であったが、近年はリールの軽量化に力を入れている。自転車事業も手掛けるシマノの強みとして、材料の加工と使い分けが巧みである。精密冷感鍛造技術で仕上げられる駆動ギア CI4 をリールの一部やリールシートに採用するなど他業種を手掛けるシマノならではのアプローチがなされている。ミツと A また一部の高級モデルではボディにマグネシウム合金が採用されており、薄肉部を含む複雑形状を鋳物で製造する技術は圧巻の一言に尽きる。解析技術の向上や材料置換により、同社の持ち味である耐久性を維持したまま大胆な軽量化を実現しているモデルもある。製品にはライフサイクルがあり、スピニングリールは基本的に3年でモデルチェンジされるようになっており、ベイトリールやロッドに関しては同様に3年程度でモデルチェンジもしくは追加モデルという形でリリースされる。ルアーや浮き、釣り糸などの用品に関しては人気になることが少なくすぐに廃盤になることが多い。シマノ製のギアを使用した朝日サイクル製の折りたたみ自転車に乗っていた男性がギアをトップに当たる6段に切り替えた際にペダルが空転し転倒。この事故で男性は左腕を骨折し腕が不自由になる後遺症が残った。この男性は事故原因はギアの欠陥だとして2016年10月に朝日サイクルとシマノを相手取り、大阪地方裁判所に提訴。その後2017年10月2日付で、シマノが和解金3900万円を支払うことを条件に和解が成立した。ありがとうございます。